参ります。いってらっしゃい。西暦2030X 年、欲望と快楽が渦巻く未来都市半蔵。ここは今地獄と化していった。人類が新たに発見した未知のパワー、爆入力。この力は人類に等しく平和と幸福を授ける力となるはずだった。天才科学者ハルカ、このマッドサイエンティストの手により、希望の芽は儚くも摘み取られてしまう。彼女の行き過ぎた爆入至上主義は爆入力をいびつな形へと変えてしまった。ハルカは爆入力を人体に注入し、爆入を持つ者を超爆入に変えた。それだけでは飽き足らず、ついに面白半分の末、自らと仲間の体を巨大化させるまでに至ったのだ。巨大化した者たちはヘビ状を名乗り、爆入は恐怖と絶望の象徴となろうとしていた。しかし世界に闇の帳が降りようとも光が消え去ることはない。富士の裾野にある爆入力研究所、今ここにヘビ女の暴走を止めんとする5人の少女たちの姿があった。これより始まる物語は少女たちによる玉の奇跡。越えるべき2つの山を目指し、少女たちは大空に飛び立ってゆく。願いは一つ、ヘビ女の野望を打ち破り、爆入を再び希望の象徴にせんこと。みんな集まった？ああ、5人全員揃っているぜ。もう分かってると思うけど、今私たちの町は大変なことになってるの。ええ、大人は外を裸同然で駆け回り、子供は怯えて家に引きこもる。まさにこの世の地獄です。ヒバリも怖くて外を歩けないもん。そうだな、ヒバリ、約束だ。外に出るときは俺と手をつなぐことを忘れるの。ヘビ女のせいだ。あいつらが爆入を間違った方向に利用するから、みんなの心がおかしくなっちまったんだよ。うん、だから私はヘビ女を撃つ。あ、アスカさん、ヘビ女を撃つだと？本気なの、アスカちゃん？簡単に言ってくれるじゃないか。そうだよ、アスカちゃん、敵は超爆乳なんだよ。ただの爆乳じゃないんだよ。わかってる。でも賞賛はあるはずだよ。半蔵博士が発見したエネルギー、爆乳弾 X の力で私たちは大空を飛べるようになったんだから。爆乳弾 X、 実用化されていたのですね。仕方ねえな。それじゃあたいも覚悟を決めなきゃな。カツネ、かわいい後輩を一人で飛ばせるわけにはいかないからね。行くときは一緒だよ。うん、そうですね、今が勝負の時かもしれません。いい加減うずうずしていたところだ。敵の弾は俺がこの手で握りつぶす。みんなが行くならヒバリも行くよ。そうだそうだ、行くときはみんな一緒だ。みんなありがとう。安っぽいメロドラマですね。一袋5円、もやし以下の値段ってところでしょうか。あなたはヒョミさん。貧しき者にも父は平等。お腹が空いたらおっぱいを揉めばいい。それが私たちヘビ女の理想なのです。な、何を言っているのかわからないよ。恐れるな、ヒバリ。
ただの弱いごとだ。超爆乳の次は超もやし。これからは超の時代なのです。ただの爆乳は消えてしまえばいいのです。ヨミさん、そんな考えは間違っています。そう思うのなら私たちを倒せばいいだけのこと。ではあなたたちが来るのを待ってますわ。よし、行こうみんな。あ、任務開始。キュッ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 もやしを食べ続けたらこんなに大きくなれましたわ。いざ尋常に参る。よっ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 Hut, hut, 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 h
任務達成。カツラギ、参ります。いってらっしゃい。みんな、どう思う？どうした？深刻な顔をして。蛇女の超爆乳至上主義のことさ。とても許せるものではありませんわ。うん、何でもかんでも超をつければいいってもんじゃないよ。俺としては超ひばりというのは悪くないと思う。いや、ひばりなら超になってもいい。とにかく打倒超爆乳至上主義、それが私たちの目標だよ。本当にそうかな。え？蛇女は本当に間違っているのかな。何を言っているのです、葛城さん。正直、あたいは惹かれ始めている。超爆乳の重量感と揉みごたえに。敵に洗脳されたか。違う違う、なんていうのかな、やっぱ大きいのは正義っていうか、ほらだってこんな感じでこうするとこんな風にこうなって。下品な手つきはやめろ。イカルガさんがぶった。イカルガ。カツラギさん、落ち着くのです。どんな爆乳にも価値はあるのです。この世に消えていい爆乳などありません。そうだよカツネ、忘れたの？どんなおっぱいもみんな違ってみんないいんだよ。ああ、目が覚めた、目が覚めたぜカツネ。すまなかった、みんな。まったくあたいはどうかしてたぜ。でももう大丈夫。ほら、あたいの爆乳を揉んでみな。遠慮しておく。もみ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 。やめろひばり、揉まないでいい。よっしゃ、おっぱいを揉まれたおかげで爆乳だ X の力もマックスになったぜ。ふん、そいつは面倒やね。この声は日陰？あんたらに一つ聞きたいことがあるんや。何？普通盛りのご飯とデカ盛りのご飯、どっちがお得なんだろうな。それはもちろんデカ盛り。アシカ待て！騙されるな、アスカ。超爆乳至上主義に引き込まれるぞ。そうか、そうだったんだね。ありがとう、カツネ。そりゃ考えすぎや。わしは純粋な疑問で聞いたんやけどな。普通盛りとデカ盛り、どっちがお得なんやろうなって。どこが純粋なんですか。糸が丸見えの質問です。でした。ひばりはご飯なら普通盛りで十分だよ。俺もだ。炭水化物を取りすぎるとお腹がぽっこりするからな。
戦うのは面倒なんやけどな。ほな、空で待ってるわ。みんな、準備はいい？わっ！任務開始。戦おうや、カツラに。わしに感情はないけど、体があんたとの戦いを求めとるわ。いざ、尋常に舞い散れ。
野牛参る。行ってくださいさ、どうしたの？なんか元気がないね。ひばりさん、すみません、何でもありませんわ。何でもないやつはそんな顔をしない。聞かせてくれ、何を悩んでいるんだ？お兄様のことを思い出していました。村雨さんのことを？はい。あいつは男だから超爆乳になる心配はないだろう。まさかイカルが兄貴の違うところが超になる心配をしているのか？違います。それじゃあどうしてなんですか？もし私がこの戦いで死んでしまったら、お兄様はどうなってしまうのかと。なるほど、そういうことか。村雨はイカルガを恨んでいるように見えて、実は重度のシスコンだからな。はい、すでにお兄様はこの時代に絶望し、全裸で街を走り回っているそうです。その上、私がいなくなったら問題だな。ああ、問題だ。はい。違う、問題なのはお前だよ、イカルガ。村雨が重度なシスコンなら、お前は重度なブラコンだよ。え？私がブラコン？そんなことありません。 いえ、言われてみれば思い当たるところも。帰っていいぞ、イカルガ。野球さん、村雨のことが心配で戦えないようなら、もはやただの足手まといにしかならん。そうだな、イカルガはもう戦士ではない。ただのおっぱいが大きい女の子だ。しかもブラコンの。なんか今聞こえたわよ、おっぱいが大きい女の子で、しかもブラジャーが H カップって。未来、後半は聞き間違えてるぞ。どうでもいいわよそんなこと。今さら H カップだろうとスーパーカップだろうと、だって要はすでに超爆乳時代なんだから。ってお前の胸は変わってないじゃないか。いや、爆乳でもないね。むしろ貧乳。それ以上言ったら殺す。これからよ、これから私は超爆乳になるの。いい？わかった？反論したら八つ裂きよ。わかった、反論はしない。ただ反撃はさせてもらう。ふん、やれるもんならやってみなさいって。コテンパンに返り討ちにしてあげるから。よし、みんなやるよ。わっ、任務開始。ゼロ、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 
日を待ってたわよ、野牛。生まれ変わった私の強さ、思い知れ。いざ尋常に前に進め。アスカ、参ります。いってらっしゃい。野牛ちゃん、どうしたの？そんな笑い方して。すごすぎるぞ。これが爆ミューダー X の力なのか。この力さえあれば俺たちは無敵だ。なんだか野牛ちゃんの様子がおかしいよ。どうしちゃったの？そうだ、ヘビ城すべて倒したら今度は俺たちがこの世界を支配すればいい。逆らう者は力でなぎ払え。新たな支配者となるのは俺たちだ。まさか爆乳だ X の力に飲み込まれたのか。いけません、野牛さん、暗黒面に行ってはダメです。俺は一体これは
暴走ヤギュウちゃん。俺こそが爆乳神だ。人間よ、俺にひざまずくがいい。そんな、ヤギュウちゃんが。どうしよう、どうすればいいの。まさか爆乳だ X にこんな負の面があったなんて、私たちには過ぎた力だったというのですか。俺の目夢が真っ黒にうずく。お前を倒せと触手が叫ぶ。まずいぞ、なんとかして野牛の暴走を抑えないと。ラララララララ、おっぱいいっぱい、胸いっぱい。アスカちゃん、ルル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 、おっぱいいっぱい、胸いっぱい。野牛がおとなしくなった。アスカの歌が聞いているのか。ラララララララ、おっぱいいっぱい、胸いっぱい、ルル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 。あれは一体。ヤギュウちゃん、元に戻ったんだね。すまない、俺は爆乳だ X の力に飲み込まれてしまったのか。自分をコントロールできないなんて、俺はまだまだ未熟だ。本当にすまない。気にしないで、ヤギュウちゃん、もう元に戻ったんだから。アスカさんの歌がヤギュウさんの心を癒したんですね。歌って本当に素晴らしいね。ええ、人類の宝ですわ。私はオムラ、お肉が大好き、肉食獣。ほげほげほげのほにゃららら。なんだこのノイズは。オムラちゃん、アスカ、ようやくここまで来たか。オムラちゃん、また成長したみたいだね。今の超音波攻撃で危なく失神するところだったよ。超音波攻撃？何の話だ。私は歌を歌っていただけだが。アスカ。何？ホムラちゃん。お前まさか私が音痴だと言うんじゃないだろうが。そのまさかだよ、ホムラちゃん。こんな屈辱、生まれて初めてだ。こうなったらお前たちをぶちのめし、紐に縛りつけた上で永遠と私の生歌を聴かせてやる。さあかかってこい、空で待っているぞ。よし、みんな行くよ。はあ、任務開始。
私が認めたライバルだな。だがこれからが本番だぞ。アスカ、いざ尋常に邁進。
ひばり、参ります。行ってらっしゃい。残ってるのはあと一人。全ての元凶のハルカだけだな。うん、そうだね。ハルカを倒せば世界は救われる。ええ、何としても勝たなくてはなりません。残念ながらそうはいかないわ。ハルカさん、あなたを倒せば戦いは終わる。覚悟して。そんなにムキにならなくてもいいじゃない。別に悪いことしてないでしょ。まあ少しばかり悪乗りしたのは認めるけど。世界の惨状を悪乗りという言葉で片付ける気ですか。そんなことは私たちが許しません。いやーね、怖い怖い。これだから真面目さんは苦手なのよね。お前が面白がって壊した世界でどれだけの人間が涙を流したと思ってるんだ。そんなこと言われてもね。私は面白ければそれでいいの。今までもこれからもね。救いようがないな。はるかさんはそんな悪い人じゃないと思う。ひばり、何を言っているの。こいつは面白半分で世界中の女を超爆乳にしようとしているんだぞ。うん、分かってる。でもはるかさんの本当の気持ちは。そうか、そういうことか。はるかはおっぱいの大きさで争うことのない世界を作ろうとしていた。そうなんだな。うん、それが超爆乳至上主義の真実だよね、はるかさん。はるかさん、でもね、ひばりは思うんだ。確かにみんなが超爆乳になればおっぱいの大きい小さいで戦争が起こったりはしなくなると思う。でもみんなが同じ超爆乳の世界では一人一人のおっぱいの魅力もなくなっちゃうよ。どんなおっぱいもみんな違ってみんないい。そうだよね、ひばりちゃん。うん、ひばりはケーキも好きだけどおせんべいも好き。おっぱいも同じことだよ。言うようになったじゃない、ひばり。でもね、お説教なら結構よ。超爆乳至上主義を止めたければ私を力で倒すことね。はるかさん、さあ空で待ってるわ。これが最後の戦いだよ。みんな準備はいい？任務開始。やればできるんだ。
らっしゃいひばり、甘い甘いお菓子をあげるから。いざ尋常に参る。私も本当は分かっていたの。おっぱいはいろんな形や大きさがあるからこそ素晴らしいってこと。私は間違っていたのね。そんなことないよ。え？おっぱいで世界から争いをなくす、その考えには私たちも大賛成です。だからもう一度、今度は一緒にいろんなおっぱいで世界を平和にしましょう。そうだよ、はるかさん、一緒にやろうよ。嬉しい言葉ね。でももうダメ、私はもう飛べない。はるかさん、やべえぞ、この高さから落ちたらぐしゃぐしゃだぜ。おっと、オムラちゃん、ハルカを死なすわけにはいかない、大事な仲間だからな。オムラちゃん、助かったわ、ありがとう。オムラちゃん、ナイスキャッチだよ。アスカ、今の話は聞いたぞ。悪いが、私たちはお前たちと手を組む気はない。え？超爆乳がダメならまた違う超を考えればいいだけのこと。例えばどんな？え？そうだな、例えば超焼肉とか、超すき焼きとか。オムラちゃんが何を始めるつもりかさっぱりわからないよ。とにかくだ、お前たちとのライバル関係はまだまだ続く、それを忘れるな。さらば。行っちゃった。でも今回の戦いはこれで終わりだね。ええ、任務完了ですね。お疲れ様でした皆さん。
あたいたちは世界中のおっぱいを守ったんだな。胸が熱くなるぜ。それにしてもさすがに疲れたな。ってことはあれだね。うんうん、やっぱり任務が終わった後はあれだよ。温泉ですね。よっしゃ、背中とおっぱいの洗いっこと行こうじゃないか。おっぱいは結構です。よし、それじゃあみんな温泉までもうひとっ旅だよ。おう。こうして蛇女の野望は打ち砕かれた。天はおっぱいの上に人を作らず、人の上におっぱいを作らず。爆乳も美乳も貧乳もみんな違ってみんないい。世界は再びおっぱいの光にあふれ、人々の顔には笑顔が戻ったのだ。人々はこの先も知ることはないだろう。世界に平和をもたらした5人の少女の存在を。しかしそれでいい、それでいいのだ。ああ、アスカが行く、イカルガが、カズラニが、ヤギュウが、ヒバリが行く。誰にも知られず、誰かのために、新鋭の少女たちは今日も大空を飛翔する。選ぶがよい。やめるのか。記録こそが重要。記録する。やめるのか。選ぶがよい。我たちの物語だ。ミラ、いざ参る。いってらっしゃい。ちゃんと入るのは初めてだわ。なんて気持ちいいんだ。まるで体の芯から溶けていくようで。あ、そっか、カグラちゃん前は温泉の中に隠れてたもんね。うめき声を上げて湯船から飛び出した時だな。あの時は心臓が縮み上がったぞ。驚かしたのならすまなかった。それにして、はあ、思わず声が出てしまう。これが温泉の魅力か。はあ、確かに。よかった、気に入ってもらえたみたいだね。ああ、温泉は最高だ。特に戦った後の温泉だからな。
そうやね。仕事を終えた後の温泉は、はあ、ほんま気持ちがええわ。でもこれだけの人数で温泉に入るとなんだか少しだけ目のやり場に困るような。この機会にみんなの成長ぶりを。えい、わあ、はるかさんくすぐったいよ。はるか、貴様何をやってる。首をはねられたいか。あら、私は何もしてないけど、ひばりの胸をツンツンしたって証拠でもあるのかしら。チラチラ。どうした、ナロ君。あ、いや、なんでもない、なんでもないんだ。あれれれれ、なんでもないことないだろう、ナラクさんよ。シシシシ。何が言いたい。カグラの裸体を舐め回すように見てただろ。あたいの目はごまかせないぜ。なナラクは私を舐め回したいのか。別に甘くも美味しくもないと思う。違う、大人になったカグラの裸を見たのは初めてだったから。なるほど、それで眺めていたらついつい舐め回したくなってきたと。舐め回したいわけじゃない。わかった、私の裸が気になるなら満足するまで見ればいい。シッシッシッシ。じゃあお言葉に甘えて。桂木さんはダメです。横島な気持ちがひしひしと伝わってきますから。なんでだよイカルガ、いいじゃないか、本人が見ていいって言ってるんだから。ダメと言ったらダメです。おとなしく温泉に入っててください。ナナ、カグラ、いいんだよな、あたいがお前の裸を凝視してもいいんだよな。いいって言ったよな。そんなに必死になられるとやっぱりダメ。カグラちゃんが恥じらいを覚えたみたいね。あー、絶好の機会が。でも恥じらうカグラも、ああ、カツラギにつける薬はないな。でも裸が気になるという気持ちは少しわかる気がする。私も奈落以外の裸を見たことがなかったから、ホームみんな違うものなのかな。それはそうだろうね、筋肉や脂肪のつき方も違うからな。例えば黄泉の体はすごく柔らかそうだ。え、そうでしょうか。ぽよんぽよん、いや、たゆんたゆん、ふに、そしてピチピチ。確かに眺めていると触りたくなるな。そんな風に言われるとなんだか恥ずかしいです。それとは逆に未来の体はすごくシンプルだ。シンプルだ。シンプル？しかも2回言ったわね。なんというか無駄がない、いや何もないと言うべきなのか。なあ、何もないってどういうことよ。ちゃんとあるでしょ。ほら、よく見なさいよ。どこに。わかる、ナラ君。わからない、どこに何があるんだろう。ほら、ここにちゃんと2つ。ある気もする。あ、カグラ、目の焦点をずらしてから重ねるとなんとなく浮かび上がってくる気がするよ。そんなアナログな 3D の見方をしなくてもちゃんと見えるわよ。ちょっとよくわからないな、未来がなぜそこまで向きになるのか。お前たち
その辺で勘弁してやってくれ。未来も未来で頑張ってるんだ。察してくれると助かる。分かった。未来よくわからないけども頑張ってくれ。私にできることなら何でも協力する。協力なんていらないわよ。まあまあ少し落ち着きや。カグラも悪気があるわけはないし。そうよ未来。それにカグラちゃんの言ってることだってあながち間違ってるわけじゃないんだし。未来さんには未来さんの良さがあるんです。ほら、需要と供給、需要と供給、これを唱えると落ち着くって言ってましたよね。需要と供給、需要と供給、需要と供給、需要と供給。先に上がる。何よ、みんな好き勝手言ってくれちゃってさ。カグラももともと子供みたいな感じだったよね。でも赤玉を食べて成長した。もしかしたら私も赤玉を食べればおっぱいが大きくなるかも。いや絶対大きくなる。カグラだって大きくなったんだから、私のが大きくならないはずがない。よしやってやる。カグラから赤玉を奪って私は成長する。ぽよぽよのぷ